ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。おはようございます。今日が4月の2日ですね。東京って桜散るの早いんですね。多分山形まだ咲いてないんじゃないかな。東京早いね。やっぱあったかいから、はい、はい、ということで練習動画になるんですけど、ちょっと試合が終わってで、その2日後に2号やって、ちょっと時間空けて今日みたいな形になるんですが、ちゃんと時系列順なんですよね、動画に上がってる。素晴らしいね。また練習積み直しじゃないですけど、またこれから練習始めるよっていう合図を体に今から信号を送ろうかなということで、200のビルドアップ走をやっていきたいなと思います。いろいろスピードを出してもよかったんだけど、まあちょっと太陽隠れちゃって若干寒いし、やっぱいきなりバッてスピードを出すのがちょっと怖い状態なので、 200m でゆっくりこうタイム上げていく形になります。タイム設定がちょっと 200m 3本でレストが6分で26、25、24で1分ずつ上げていくっていう感じになります。気持ちよかったなぐらいで終われればそうはいかないと思うんで、はい、まあなんか227秒ペースとかでずっと冬季やってたんで、はい、多分200の体勢はまあまあできてると思うんで、できると思うんですけど、まあ、ちょっと見ててくださいということで、まあちょっとその後練習後に今年の目標みんなに話せたらいいなと思うんで、目標よりもペナルティが気になります。お前ペナルティ背負いすぎてあれだろ、俺にも押し付けたいだろ。俺もうね、失うもんないから。でも俺の中で坊主動画すぎてるからね。俺ちなみに、ちなみにこれ言っておくけど、皆さんよしき坊主やるやつ言ってないからね。自分で、ね、自分で言ったんだからね。達成できるとしか思ってなかった。ちょっとまずあの練習をやってゆっくり話したいと思います。はい、やっていきます。頑張って。ありがとうございます。ダッシュで行こうぜ。Summer's over. Hey, yeah, it's been a blast. I still remember even after October. And when the winter falls, just think about me. いいね。非常に状態がぶれない安定した走りだと思います。今いくつ5秒88。早くね先生。早い早いじゃん。1秒がきついな。感覚はどう？走りはブレてない状態がすごく。この練習してる時今気にしてるのは、うん、やっぱちょっと僕状態突っ込んでしまう癖があるんで、それができるだけ少なくあることと、あとよくみんなに言われてるリーチアウトをできるだけしないで、うん、真っ白で突く。この2つが今のスピード感でできてるといいんだけど、うん、ちょっと良くなかったっぽいね。まだ映像見てないで分かんないですけど、うん、感覚的にはってことか。自分で映像を見てみんなから言われたこと聞いてやってみてっていう繰り返しだと思うんで。 DKD が真面目すぎて気持ち悪いです。何？何でもないです。あと3分 DKD2 本目です。ちょっとこう力が入るような走りですね。センタフクいくつ2本目？今4秒3です。4秒 3？ 早いね。ちょっと早いですね。動きすぎてる。前半がちょっと動いてるんじゃないですか。動きでも余裕あるよね。後半が印象としては若干足が下がってる感じがあったので、まあ、ちょっと疲れ気味かなっていう。今の動きで4秒3なのに彼451とかでいけないの意味わかんなくない？わけが分からない。51とかで普通にいけるよね。51には出んじゃないですか。出るよね。前の250とか見ると本当に後半無理なんだなって思う。あー確かに。その動きが本当にバラバラになってきちゃって、最後押せないっていう。4秒4でした。4秒4。このリカバリーでほぼ冬季みたいなリカバリーでやってますけど、いいのではなかろうか。いいと思う。疲れで窮屈っぽい感じはありましたね、動きが。まあでもまとめてるんじゃないかなと思います。完全に割れてますね彼。せいさん、ケツ割れですか？ケツ割れです。いやでも試合めっちゃ頑張ってたと思う。でも服がだらしねえっつってた。
俺はそんなことないよって言ったんだけど。ちょっと待って。ね、こんなに頑張ってんのに。今それやんの。うわ、割れた。ちょっと待って、タイム。気持ち悪い。ちょっとさ、はい、止めてもらっていい？オッケー。ダッシュで行こうぜ。いやー、お待たせしました。ごめんなさい。ちょっとね、練習 Vlog の雰囲気からちょっと点変わって、この動画の趣旨というか練習 Vlog を見せるプラス周平さんの目標と今年度のペナルティを決めていくっていうね。目標言うだけじゃダメよ。見習ってください。これは何も言えない。安心してください。あの髪の毛系は安心してください。完結してるんで。これ以上ないんで別に。これ周平やったとこでまたかと、そうなるだけなんで。動画にした時に視聴者も楽しめて、なおかつ俺と服もめちゃめちゃ楽しみみたいなペナルティーをちょっと考えてきたんで。髪の毛でもないし。あ、はい。レバー食べ放題とかそういうのなしね。本当に。いや周平、いやいやいや、それだけはっていうのを考えて、目標と、そうですね、期間を宣言していただいて。ということで今シーズン2021年度の目標タイム設定が10秒95になっております。10秒台の方がいいんじゃない。95ってしっかり定めたくて。定めたいのね、はい、っていうのが10秒95を達成すると何が起きるかというと、千葉県線 100m の標準が10秒95なんです。レベル高いね。それを切っていきたいなと思います。今シーズンの話ですので、9月以内マックスでも9月末。一応ターゲットとしては自分の山形県線、7月いつもだったら上旬にあるんですけど、今年はまたコロナの影響でどうなってるか分かんないんですが、一応そこに向けて10秒95出るようなプランをこれから立てていきたいなと思っております。ちょっと山形県線のその出場要項みたいなのはまだ出てないんで何とも言えないんですけど、山形に2週間滞在とかもあるんで、いろいろその出るにあたってやっぱ今こういうご時世なのでどうなるか分かんないですけど、一応ターゲットは山形県政に向けてやっていきたいなと。ちょっと分かりづらいところ多々あったかもしれないですけど、とりあえずざっくり言えば今シーズン中に10秒95を出す、はい、自分の目標になります。はい、じゃあみんなはねそれ応援していただいて、よろしくお願いします。達成できなかったらじゃあ何なのかと、僕と僕で考えてきたんですけども、周平さんの一番嫌なもの、それは絶叫でございます。あー無理です。マジやんないですよ。バンジーかなって考えたんだけど、ちょっとバンジーだと俺ら楽しめないから、俺らも楽しみたい、視聴者も動画になった時に動画楽しめる企画をちょっと考えてきたんで、そちらはちょっとペナルティーにさせていただいたんですけれども、はい、発表しますね。周平さんが10秒95達成できなかったら全身ミニーちゃんコーデでディズニーシーの絶叫全部乗ってもらいます。あー無理っす。ダメですダメです。これいいんじゃない、これいいよね。プラスよ、ディズニーシーの入園料、俺と服の分全部負担。だから簡単に言うと PKD プロジェクトのディズニーシー全部おごり、ミニーちゃんコーデ絶叫全部乗ってもらう。こちら。あー無理です。で、なおかつこれを動画にして視聴者に届ける。しかも何が地獄かって、ディズニーシーって動画にはしていいけど、ここくっつかないんだよ。あ、ついちゃうと NG ですもんね。バンされちゃいますもんね。その罰ゲームをやり終わって編集作業もある。視聴者に面白く届けてください。そこまでがペナルティー。でもその代わり周平が達成できたら、逆に僕らからディズニーリゾートをディズニーリゾートをおごらせていただきます。なるほど、はい、ごめんなさい無理っす。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。 OK。 いや無理っす、くっついて。いやこれはやってもらいます。本当に絶叫無理ですよ。嫌なことをやろう。あ、なんかもう緊張してきた。でぶっちゃけさ、この話聞いたらさ、また坊主の方がいいなって思うでしょ。いやマジでトントンだね。トントンでしょ、うん、でも俺坊主しちゃってるから。ディズニーの絶叫全部乗ろう。タワーオブテラーとか乗ったことないし。ないです。タワーオブテラーもないし、セントオブジャースもないし。でもさ、達成すればいいんだよね。達成すればいい。しかも待って、達成できたらもう俺の楽しいディズニーシーを、入園料も2人が払ってもらって、みんなで楽しくお酒飲みながら。動画でも しないしないの。オールプライベート。本当に楽しいディズニーシーか地獄のディズニーシーか。もうこの2択です。お笑いなしでマジで達成するように頑張るんで、感触も非常にあるんで、まあ、楽しみにしてほしいなと思います。バイバーイ。